方に児童買春・児童ポルノ禁止法違反の嫌疑がかかっています。あの子の面倒を見させるために呼び寄せたんですね。私が捕まればあなたにも迷惑がかかります。ここは亡くなった母の部屋なの。ねえ、うん、仕事は？教師。何教えてるの？数学。あの人にやられたの。自己保身のためにお父さんを助けるということは考えられます。憶測で失礼なことをおっしゃいますね。どういうことですか？彼は戻りたくないそうです。二度と私たちの前に現れないでいただきたいんです。ごめんなさい、ただ、やめてください。私あの子を犯しました。あなたも私に怪我されたの？